はい、どうも亮平です。そして、大変お久しぶりでございます、江頭です。はい、お願いします。はい、ということでね、本日1月3日、千葉県船橋市前原スポーツさんの初売りイベントに来ております。お正月、お正月です。はい、大盛況のね、すごかったですね。昼間わざわざしましたねで、今あの昼食後少し落ち着いたということで、なんか映画もね、ちょっとグローブ見たいななんてことも言ってたの聞いてるんで、もう正直これっていうの何個かあるんですよ。なんかね、ちょっと接客しながら、はいはいはい、軟式系の、軟式用のそのグローブに、結構こう比較的限定ものがあるなっていうところと、公式のグローブでちょっと何個か気になった色のものがあるっていうところで、ちょっとそれを紹介したいなと思います。やっていきたいと思います。じゃあまず公式用から見ていきますか。はい、はい、これ入ってきた時にもう率直に1個だけ、1個だけというかこの色めっちゃいいなって思う色があって、はい、ああ濃いめの赤。そうそうそう、これね。でこれなんかブリックっていう色らしいんですけど、はい、わかる、このさ、赤でもなくオレンジでもなく、ちょっとこうエンジのような、なんかエンジオレンジ、そう、濃いような、なんて言ったら、まあ変な意味じゃ中途半端というかさ、こうちょっとね渋い、簡単に言うと、まあウェブもちょっとさ、これ普通のワンピースウェブではなくて、ちょっとここにさ紐入ってんのよ。なんか昔の金子千尋投手みたいなね、メーカーちょっと違うけど。確かに使ってるよね、こういうのね。率直にこの色で完全に惚れましたね。はいはい、この色、刺繍のさ、水のプロの色、この刺繍の色もちょっと違うんだよね。赤入ってない？ちょっと、まあ赤とか緑っぽいか、オレンジっぽい感じの、ぽい色も入ってるような。金だけじゃない、グラデーション。そう、金だけじゃない。あ、だからちょっと金っぽくないのか。あ、じゃあもう限定なんだろうね。黄金色っぽく見える。だからめちゃめちゃこれさ、艶もいいし、テカリもいいし、でなんせね、入れた時のこのフィット感というかさ、この締まりがめちゃめちゃいいのよ。ここの感じ、これね、惚れたね。軟式用って出してくんないのか。まあいずれ出るかも ね。一応これ価格が、本体価格が6万で、まあ税込み66,000円。まあ水のプロね。いや、てかね、もっとしてもおかしくないと思うよ、これ本当に。っていうのが、まあちょっとこれね、もう入った時からずっと気になってて。なるほど。多分このクラシックってそのシリーズだけどね、水のプロクラシック言えてないね水のプロクラシック。いや、渋いね。もう他はね、軟式にあるので、ちょっと軟式行ってみましょう。公式で気になったのはこれ。そう、これがめちゃめちゃ気になってる。はい、ちょっと軟式を行きましょうか。はい、軟式をですね、僕あのシンプルな色ってあんま個人的に好みではなくて、俺とは真逆だね。そう、真逆なんですよ。ここで派手に行きたいっていうので、これそれは、はい、侍モデルじゃないですか。そうなんです。 WBC モデルか。これよ、これこれこれ、それはやばいね。ここがさ、倒し、しかもラベル限定でしょ。ジャパンね、日の丸ラベル、ジャペンです、ジャペン。あー、中指刺繍か。いや、かっこよすぎん、これ中指刺繍が。これ渋いよね。これなんかさ、ワンポイントでグレーが入ってるのもアクセントね、ある意味ね。ワンポイントどころでもないけどね。まあ、まあ、ウェブ自体か。一応まあこの、ここも白い、さっきこの、肩押し、ベルトのところと一緒だけど。あ、すごい、国民 JPA の2023だ、ジャパン2023ね。WBC のやつだ、完全に。これ渋い。WBC メンバーでスラッガー使ってたのは中野選手、周東選手。なるほどね。いや、これ2つあるのよ、実は。じゃあそれぞれのモデルなのかな。あ、なるほどね。こっちの方でも大きい。じゃあそっち周東選手かもな。これでかいね。型番が、24PS。 はいはい、24PS か、ね。24PS、めちゃめちゃいいね、これ大きいし、うん、でもちょっとこうレア感というか、普通に使うモデルではなく被らないっていうので言えば、これ多分間違いないんじゃないかなっていうのが1個。これまず1つ目ですね。今これね、取ったらね、もう1個出てきたんですよ。こっち、こっちがね、東京なの、ジャパンじゃないんですよ。ってことは2020か。2021ですね。もうオリンピックの大会番号ではなく、単純にジャパンの21年モデルだよってことだ。そうですね、俺の色なんよ。東京2020の時の、そう、まあ時とかね、そうそう、多分そうだね。もうね、色が俺なんですよ。もうネイビーとレッドと金ってきたらもう俺なんだけど、これで、ね、売ってるんだね、まだね。
その時の東京五輪の時のスラッガーの代表は浅村選手かな。詳しすぎね、プロ野球選手はね、本当詳しすぎてますね、この人ね。プロ野球は好きだよ。いやでもさ、わかるかな、このやっぱさ日本代表だから、まあ、ネイビーと赤がこう使われてるのが多いんですけど、こっちは白とグレーが使われて、こっちは金なんですよね、うん、でラベルがさ、これ両方限定なんだよね。こっちは金の縁がここに使われてるんですよ。そうね、金、白、赤。いや渋すぎん、あでもかっこいいよ普通に。でここにさ、ジャパンですよ、ジャパン、うんうんうん、あっちのさっきの、WBC の方は中指なんですけど、こっちは東京と日本の国旗、はい、でジャパンっていう文字がここにスラッガーの横に入ると、まあ、日本大好きグローブだね、はい、もう日本人が買った方がいいグローブなのね、うん、ゴリ押しの、まあ、でも海外のお土産とかでも喜ばれそうな感じかもしれないけど、でもこれもねちょっと小さめですね、グローブとしては。型番としては型番はね書いてないんだよね。本当だ、書いてないけどさ、比較的ちっちゃくない？俺手入んない。まあスラッガーは入らなくても、でもこれまあ湯もみすればね、うん、まあ、湯もみが一番ですから。湯もみが一番というか湯もみしたしないとして完成のグローブなんで、そう、まあ、これはまあまあいいとしても、うん、でもさこれいいな、ちょっといいな。なるほど、ね、まあこれが2つ目、はい、これですよ。あら懐かしい、これ見覚えないですか。懐かしい、懐かしい、ね、俺と言ったらこれ、俺と言ったらこれなんですよ。豚皮のてっぺんの氷柄限定ですよ。でもそれ公式用じゃなかったんだ。これね、皮は公式なんです。あー、ただその価格設定が軟式用の価格設定、まあ、なるほどね。てっぺんってほら公式用しか基本販売してないので、うん、これね、なんとちょっとお安くてね、税込みが4万4000円っていう、おー、ちょっと安くなって、てっぺんの中だったらってことね。そうだね、まあ公式でこれ使う人多分いないというかちょっとファンキーだと思うので。でもね、これね、めちゃめちゃいいんですよ。僕今でも使ってますから、はい、てっぺんの RM6 型をベースにしたクロスウェブの氷柄。いやこれね、俺今1個自分で使ってますけど、岩井さんも多分知ってると思うけど、うん、もう何回も多分翔平 TV 出てると思うんで、これね、持ってたら目立つしね、声かけられるんですよ。そんなにね、うん、持ってあるもんじゃないから。でもやっぱね、てっぺんの赤い、てっぺんレッドオレンジの中の青ステッチで、掛け紐も青ステッチ入ってるんで、もうなんか俺は王道というか、てっぺんらしいなっていう感覚がやっぱあるので、うんうん、でもこれもう売ってることもないですよ。まあそうね、本当に。だからあんま見ないね、あんま見ないとか全く見ないから。僕のファンの方々、ぜひ前原スポーツ来てください。いるか分かりませんけど。はい、じゃあ今多分4つ、もっともっとね、本来は気になるグローブってあるとは思うんですが、はい、で、まあ買う買わない、買う買わない、だってね、うん、で、だから4つ気になったのあるんですけどつって、俺見てきて動画回してるからまあおっしゃる通りですよ。はい、買う買わない、まあ正直、うん、水のプロの公式用はね、ちょっとそうね、まあ別に公式やってるわけじゃないし、あ、まあああいうのはやっぱ、うん、ここでガッツリやってる人だから。そうだね、でも逆に高校生の時だったらあの裏使いたかったなと思うと思う、ね、今だったらそれは間違いなくね。で、はい、まあてっぺんも持ってるからね。そうなんだよまあ予備やってもいいけどね。となると、そう、ちょっとまあ今ね割とマジ悩んでるのこのね2択なんですよ実は。うん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 、まあどっちがいいかだよね。どっちも、まあ、ジャパンモデル。いやいやいや、やっぱさ行くよね、どっちかはね。使いやすさと使い勝手の問題で、多分ね大きさとか内野手で使うの多分ね、こっちの無難な大きさが固まってきても、そうそうそう、俺、ま、今の流行りのグローブの感じがするのかな。そうだね、けどこっちはねちょっとこう小さめなんですよね、比較的。なるほど。そう、ただね色だけ見たらこっちなんですよ、まあ、赤コンがいいかなっていう。そう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 、行っちゃおうかなっていう。まあね、これを機に野球やってもらえれば僕らからすればいいわけで、はい、購入します。じゃあね、新しい映画のグローブが、はい、増えましたね。1月3日に増えたということで、またこうやってねどんどん増えてくんだよグローブが、野球やってないのにちょっとじゃあ、ま、マジで負けたくないから、じゃあ青さんいる中で、はい、そうなんですね、じゃんけんします。すんの、いいんすか。いいっすよ。いいっすよ。最初グーじゃんけんぽいあれ今日さ、あんなに負けててさ、そんなことある。え、グローブで勝ちましたよ。なるほど、グローブで勝った、じゃんこ、じゃあまあとりあえず購入ということで、正しく、はい、正しく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 、正しい
会議を。正しく会議。なんかちょっと違うけどね。正しいよ会議。たまには翔平さんに来てもらわないとかだと。あ、頑張ります。はい。翔平さんのみんな、今年は会おうね。はい、いっぱいね。このグローブ使ってね。はい。と、これは。はい。あ、兄貴の。はい。兄貴のボールじゃないですか。兄貴のロゴ入りの。兄貴のロゴ入りのボールじゃないですか。これは話題の残りのグラムボール。これあれですよね、マイハラスポーツさんで。はい、うちで作成しました。刺繍してあるという。はい。おー、辰年だから。そうなんですよ。いや野球ボールも入っていて。はい。この竜に恥じないように今年は僕野球やりたいと思います。マジで野球、マジで野球やれよ。本当にグローブばっか吹いてるだけで野球やってないからね、これ。本当に。意味がわかんないからね。マーサーや、いい。いいね。これ普段は500円で一箇所500円やられてるってことです、はい、いやグローブも一応入れられると。うーん、はい、3000円、グローブ3000円で入れられるということです。グローブ剥がすんですか。一回そうバラします、ね、へえ。グリスも取るんで。あ、ちょっと大変ですよね。いやでもそれでもね、こう刺繍入れたいって方もいらっしゃると思うんですけど、はい、できるということで、はい、いやちょっとね、僕バッテ刺繍初めてなんですけど、前なんでこれまで入れてこなかったんだろうって率直に思いますね、これやるとね。はい、ちょっと野球やっていく、今年は野球をやっていこうと思います。はい、じゃあ今日来てます前原スポーツのリンクは下の概要欄に貼ってありますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。よろしくお願いします。それではアンショーイエ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 ーイ